こんにちは。吉田さん。ね、不法の件。いかがですかね不条理といえば本当に不条理ですよね。真面目に会社経営をして、一人でも多くのお客様に楽しんでいただこうという思いで、長年されてきたと思うんですよ。で、それで、ちょっとした世の中のね、動きに翻弄されて、とりあえずこれでなんとか回してしまおうということで、まあ、 あのお湯を買えなかったと思うんですよセントのお湯をねでもその銭湯のお湯を買えないのも1日2日だったらそんなに影響がないんですけどもさすがに数ヶ月単位になるとこれはねじくじたるものがあったでしょうねご本人さん。で特に従業員さんには分かっちゃうわけですからそういったこの経営者大丈夫かなこの責任者大丈夫かなって思われてるんじゃないかなっていうような両親の呵責とで結局それをね公表せざるを得なくなった時の。 従業員さん「に対してずっとね多分いやこれはいいんだよ」みたいな感じで変えなくていいんだよって本来変えなくてもお湯なんだから綺麗になってるんだからみたいなことでもしかしたらあの言いくるめてたのかもしれないですけどもそれがねやっぱりこうごまかしちゃったってことを自分でも認めないとはいけなかった時にきっとねすごくいいお父さんでありもしかしたらいいおじいちゃんだと思うんですよ。家族や親戚に向ける顔もないしあー自分は長年 守り続けてきたこの温泉業業旅館業ってものにドローン塗っってしまったなともうこの信頼回復っていうのは命をかけて宿泊してくださったお客様にお返しするしかないなっていうところに思い詰めてしまったんでしょうね。いやそれでも生きていってもらいたかったっていう思いはあるんですけども不条理だななここなんですよ真面目にコツコツ働いてきた人が自分の働きをね正当化するために命を 災難でしまうところまで行き着いたのにまあなん言いますかねあの子供部屋おじさん子供部屋おばさんじゃないですけども親元で自分の部屋に閉じこもってニートをしてね毎日ネットに悪口書き込んでる人は今日でも生き残ってるわけですよなんなんですかねいい人が自ら命を絶ってなんかよくわかんない人がノーノーと生き延びてそこにねいろんなコメントを書いてるみたいなね 何なんですかね、うん、不条理ですよね私はねこの不条理はね自分が商売で逮捕された時のことをよく思い出すんですよ私が訪問販売をしていた3030 30代前半の頃ですけども、まあ、逮捕されてね牢屋の中に入っていたわけですよそしたら兵庫県の福知山線のところで電車のね 事故ががあっって多くくのの方が亡くなったんですよその電車がマンションの1階にバーンと突っ込んだとんでもない事件がありましたよねでみんな真面目に出勤するため通学するために電車に乗ってたはずなんですよもう私は牢屋に入ってたんですよ牢屋に入っていたがゆえに命が助かって今日も働くぞっていうふうに頑張って社会を支えようとした人が JR に乗ったがためにお亡くなりになってみたいなところでねその知らせを 刑事さんとの取り調べの時に聞いた時にねなんか一体命ってのは何なんだろうなとどういう優先順位で人はそのいわゆる生きてない状態にいざなわれるのかなとかねまあ私はね結局無罪方面で出れましたけども基本的には意図的な犯罪を犯した人がその牢屋にいたわけですから意図的な犯罪を犯した人が保護されて真面目に働いて 頑張っていた人が、まあ、いきなり命を奪われるみたいなね、悲しみにくれるみたいなね。んなんでしょうね。なんなんでしょうかね。うん。不条理ですよね。うん、まあ、あの、赤木というね、漫画の主人公のラストシーンに言わせれば、不条理であり、その不本意であること、それをやっぱり愛していたって言って,も言ってましたね、最後に。 世の中には人生には思いにもう思い通りにならないことがあるだからいいんだって言ってましたね自分の思いがひどい集中によっていとも簡単に裏切られるうんそれがいいんだとか言ってましたねなるほどなぁとなんか深みにある言葉だなと思いましたねお疲れ様です